ボーイズ・ライク・ガールズとはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン出身のロックバンドである。2006年に自身の名を冠したデビューアルバムボーイズ・ライク・ガールズでインディーズデビュー。50万枚以上を売り上げるヒットを記録する。2009年にリリースされたラブ・ドランクではアシュレー・ティス・デールと 2-is better than ではテイラー・スウィフトとの共演も果たしている。 マーティン・ジョンソン・ブライアン・ドナフュー、ブライアン・フランシス・ドナフュー2005年12月、かつて、ザ・ドライブ、フェイク・ ID というバンドに所属していたマーティン・ジョンソンが、ブライアン・ドナフューとジョン・ニーフェを誘い、最後に、ジョンが、ポール・デジオ・バンニをバンドに連れてきた形で、バンドが結成された。その後、すぐに、ロック専門サイトのプイバルムへ、デモ曲の、ザ・グレート・エスケープと、 サンダーの2曲をアップロードしたが、そのズバ抜けたメロディセンスに人気が殺到し、視聴回数がレーベル未契約バンドの中で1位を獲得。その人気ぶりに目をつけた有名エンジニアのマットガレー、マットスクワイやラ2人に発掘され、大手メジャーのソニー BMG と契約を結ぶことに成功する。その後、2006年2月に全米ツアーを行い、同年8月には、 自身の名を付けたデビューアルバム Boys Like Girls をリリース。全米ビルボードアルバムチャートにて最高55位を記録し、販売累計も58万枚を突破した。このアルバムからのセカンドシングル The Great Escape は彼らの代表曲として今でも人気が高い。2007年6月にはアメリカ最大のパンクロックの祭典バンズワープドツアー2007に出場し、 同年7月には MTV が主催するトータルリクエストライブでのリクエスト回数が第1位に輝く。2008年12月にインディアナ州にある中等学校にて40分間のコンサートを行う。2009年8月にサマソニレイ級に出演。そして同年9月にセカンドアルバムラブドランクをリリース。1週間に4万4千枚を売り上げ、 全米ビルボードアルバムチャートにて最高8位を記録する。このアルバムからのファーストシングル、ラブドランクは全米でプラチナムソングに輝くヒット曲となったが、一部の批評家からザ・キラーズのサムバディ・トールドメとコーラス部分が告示していることが指摘され、話題となった。ちなみにミュージックビデオにはアッシュレー・ティスレールが主役として出演している。 続けて発表されたテイラー・スウィフトとのデュエット曲、2 i ズ s better than one も全米シングルチャートで最高18位を記録し、プラチナムソングへ輝くヒットナンバーとなっている。2011年に入り、しばらく無期限の活動休止状態だったが、同年11月、マーティンがツイッターにて、ボーイズ・ライク・ガールズは帰ってくるとツイートし、後にサードアルバムの制作を開始したことを発表した。 同時に、ベーシストのブライアンがバンドを脱退。ブライアンは自ら脱退を望んだわけではなく、自分に決定権なしでバンドを追い出されたと公表した。新たに、モーガンを加えたバンドは、2012年12月11日、マンを持たして、サードアルバム、クレイジーワールドをリリース。今作は、マーティンによるセルフプロデュース作品となっている。 全米ビルボードアルバムチャートにて初登場134位を記録。セールス的には前作より大きく下回る結果になった。2016年5月10日に公式ツイッターが10周年を迎えたことを発表し、10周年記念ツアーをすることが決定された。また、脱退したブライアンはツイッターでツアーには参加しないことをツイートしていた。 圧倒的なメロディーセンスとマーティンの透き通るようなクリアーボイスを武器にどこか甘酸っぱい青春サウンドを展開するポップソング系の曲が多い。また、ファーストアルバム、ボーイズ・ライク・ガールズは、いわゆるエモからの影響が強く感じられたが、セカンドアルバム、ラブ・ドランクでは、よりポップでロック調な楽曲が増えている。マレーシアでのライブ、ありがとうございます。